これ。
集中集中焼き焦がせ。近づいても離れても脅威。つまりどうすればいいと。そんなもの自分で考えなさい。実戦戦おう。一瞬甘いんだよ、いろいろと。ボトルを調合したよ。
攻撃フェアリーダンス。こいつを食らい乱れることを避ける許可乱れることを守りに溺れたらやらないぜ。言うほどは楽じゃなかったろ。デゼル、お願い。家を貫け。畳みかけろ。新勝利。範囲攻撃。かける巨大。ワンキャンプ。かける巨大。かける巨大。熱の勝利。範囲攻撃。低衝撃。フェアリーサル。こいつを食らい。引く者。乱れることを。こいつを食らえ。食らえろ。風神将軍。低衝撃フェアリーサーク。こいつを食らえ。何言うのを教えてやる。見切れない。かける巨体引くものか。かける巨体。神崎かける巨体。見え抜けない。神崎。剣防眼ロックサテライト。今負けるか。まだだ。収束ランダ負ける。
よりもおつまみね。驚くほどでもないだろThank you.
あちこち振り回しやがった。この遺跡を作ったやつ、いい性格してるぞ。とても凝り性な方なのでしょうね。いい性格してるよ、お前も。
マルトランさんもここに来たのかな。入れたとしてもどうにもならないだろうね。こんなとこ進めるのは同志ぐらいだよ。同志か。ねえ、あのアシュラって本当にヒョウマン？ええ、実際に汚れや領域を感じます。偽物って思うのか。だって変じゃない？あんなヤバいヒョウマンが野放しになってるなんて。なぜ五方天族が放置するのか。そう、偉くて強い天族なんでしょ。それが試練だからだと思います。五方天族は特別な使命を与えられた方々ですから。要するに奴らの都合ということだろう。そうね、否定はできませんが。二人ともそういう言い方はないだろう。お前も分かっているはずだ。別に天族は聖人君子じゃない。ましてや正義の味方でも。それは納得。二人が言うと説得力あるね。分かればいい。うん、そういう試練ってことなら問題なしだ。それをよこせ！あれがアシュラ。これも違う。どこだ？俺の剣はどこだ？俺の剣？何なの？ヒョウマがヒョウマを襲うなんて。どうしてやる俺が。ヒョウマを倒すのは当然だろう。やっぱりアシュラはヒョウマになった同志。返せ、俺の剣を返せ。よくも俺の剣を盗んだ。やだな。アシュラは怒りのヒョウマです。怒りの源がヒョウマ化の原因のはずですわ。つまり剣を盗まれたせい。いや、それだけじゃない。かけろ、王宮の剣が無理で青の四連マイチュー全てを貫け。我が剣を白取り無連の剣だ。誰か散らせ。ロー、ランデルガー、エアプレッシャー。
衝撃そこを除く剣を返せ全てを浄化するためにアシラお前は集中しろって全力で倒すんだ指定攻撃フェアリーザナルは完璧理由は切り合った吹き止め刺激握りつぶアウアオータスが握りたい剣は汚れを切る力もうやめて人を救いたいのは分かったから兵馬を最悪を汚い人間を切る力人間をこいつは俺は汚れを生む全てを切り払う世界全部を切るつもりだったんだそれがアシュラが兵馬になった理由正解だよこの声は力が水の火力アウアオーナー拒むかこっちは何か言ってる剣を返せアウトルアウトル消えた遥か昔に同志だった方です汚れを浄化しても肉体はもう怒りだけで動いていたわけか問題はアウトルだあいつがアシュラの剣を盗んだのか戻ろう本人に直接確かめるアシュラが同志だったならひょっとしてアウトルははいアシュラと契約した天族だったのかも俺とみんなみたいな関係だったのかアシュラは消滅したよ手間をかけたアウトル様あなたはもしかして察しの通り私はアシュラを同志に誘い器とした天族だよ剣を盗んだのも私だ普通じゃないな
見ただけで分かった。飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。本当に世界を切るほどの力を秘めている。だから盗んで隠したのですか。そうだ、アシラが一番切りたかったのは私なのだろうね。彼はひたすら純粋だった。純粋ゆえに悩み、いつしか許す心を失ってしまった。だから汚れたものを全部切るためにその剣を作った。君にならこの剣を渡してもいい。使いこなせば非力以上の力となるかもしれない。遠慮するよ、剣ならもう持ってるから。スレイさん、うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が刃にふさわしい。マルトランさん、スレイさん、よく見て。嘘、この人ってヒョーマ。以前は挨拶もせず失礼した。やはり見えていたのですね。その剣をどうする気だ。世界を切るんだよ、アシュラの望んだごとく。なぜそんな。逆に聞きたいな、なぜアシュラの思いに共鳴しない。ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊さねば再生できはしないだろう。これは我が主最下の剣士のお考えでもある。あなたはかの者の。こんなことアリーシャが知ったら傷つくだろうな。だから利用したんだね、アリーシャも。戦争を起こすにはまず夢見がちな平和論者を暴れさせるのが効果的なので。皮肉なことにな。だがすでにハイランドとローランスの全面衝突は時間の問題となった。もうあの小娘に利用価値はない。アルトランさん、やれやれ、とんだことになってしまったな。同志にとって我々より現実の方が厳しい試練ということか。ミクリオさん、スレイさんは。多分アリーシャのことだ。一人で悩むなって言いたいけど、どうすべきか私たちに。スレイ、アリーシャのことは気になるけど元気だぞ。ああ、ともかく非力は得たんだ。マルトランも最下の剣士につながるもの。私たちの進む先に解決策があるはずですわ。うん、最後の飛力は風か。わっ、つっこまんぞ。ボケてないわよ、熱でもあるんじゃない。マルトランさんがどうして。ローランス皇帝家に氷魔がいるんだ。アイランドの騎士が氷魔でも不思議はないだろう。戦争で名を成す英雄の多くが氷魔という説が裏付けられてしまったね。けど最下の剣士の考えに従うなんて。それも不思議なことではありません。現に同志だったアシュラも同じことを考えたんだろうな。人を救うため、再生のために全てを破壊する。
汚れに絶望した人間がハマる落とし穴なのかもね。はい。アリーシャに何て言えばいいんだろう。てか教えて大丈夫なのかな。それは知らずにいては危害を受けるかも。けどアリーシャは利用し終わったって。事実でしょうね。私たちに正体を明かしたことから考えて。何よりアリーシャの支えだったんでしょ、あいつ。そうだね。支えがなくなるどころか、ずっと利用されていたと知ったらアリーシャは。それがマルトランの狙いかもしれんぞ。アリーシャの心をくじくことで回線を決定的にするつもりなのかも。これはどうすれば。グミを調合したよ。
ぞ。観念しろ、現行犯だ。くそ、この声は兵馬。浄化しよう。うん。何か、同志殿。その子任せてもらえませんか。それはできませんな。スリは現行犯じゃないと捕らえられん。けどその子は罪を犯して捕まったら罰を受ける。当然子供でもね。このガキにはその覚悟がなかったってわけだ。衛兵さん、この子連れてく前にちょっとスレイに任せてみない？お仕置きよりも同志の言葉の方がこの子を更生させるきっかけになるよ、きっと。無意味なことだ。ちょっとぐらいいいじゃん。その子とスレイが話すの何か都合が悪いわけ？そういうことを言ってるんじゃない。時間の無駄だと言ってるんだ。さっきこの子は犯した罪の罰を受ける覚悟がなかったって言ってたよね。衛兵さんはちゃんと覚悟してる？何？ポチトラ世界中を旅してる商人だよ。スリが全然減らないわけ知らないと思ってる？そうか。いくら欲しい？見損なわないでよね。赤霊の羽は信用第一がモットー。スレイ、こいつも牢屋行き決定。ふざけるなよ小娘。ふざけてるのはそっちだ。どうし、あ、こら、ちょっと待って。スレイ、うん、行って。オッケー。世話の焼ける。スレイさん、私も行きますわ。あの子たちをか、頼んだよ。同志といえど公務の邪魔は許さんぞ。いい加減にしろ、衛兵。あんたのがおかしいって俺でもわかるぞ。そうだ、それでも衛兵か。あんた、あたしらが見てる前でいい面の顔だね、この不良衛兵。ここはもういいだろう、ロゼたちを追おう。あ、うん、わかった。ロゼたちを追いかけるんだろう。拾った。
皆さん終わったな。どうだろう、気になるのならこのガキの根城を見つければいい。しかしどうやって。案内させるのさ。そうか、泳がせて尾行だね。なるほど。よし、釣れロゼ、隠れてこの子の目を覚ます。勝手に進んでるけどいいの、ライダー。そうですね、尾行までなら。行こう。ああ。あの子、もうスリなんてしないんじゃないか。浄化できたんだし。そうとも限らないんだよね。スリも組合があるって話だし。そうなのか。あの子が単独犯か組合に上納してるか確認しなきゃ。ロゼ、さっき言ってたスリが減らないわけって。取り締まる側が見逃して時々上がり巻き上げてんの。そんで用済みになったら親役への定数稼ぎに捕まえて牢屋行き。さっきのはきっとそれね。そんなことが。入ってく。貴族の屋敷？どう見てもあの子の家じゃないな。これはスリ組合の線かもね。ここがその拠点ってわけだな。また何かやらかしそうね、あの子。もうしょうがないな。ロゼさん、残念ですがこれ以上。完全に人間社会の問題って言いたいんだね。わざわざ同志が関わる問題ではないかもしれない。ごめん。あの子一人でやってんなら本人の問題かなって割り切ることもできるけど、組合にやらされてるかもしれないなら話は別。ちゃんと確認したいんだ。やっぱりそうなるわよね。わかりましたが、みんなで確認しましょう。いいの？ただし確認だけです。スレイさん、ロゼさん、同志と従士の力はお二人の気持ちとは関係なく、人の世、心に強く影響することがあり得る。忘れないでくださいね。わかった。ここに出入りしてる人の確認だけにするね。飽きた。数日間何の動きもないとは考えてもなかったな。私見てるから宿で待っててもいいよ。大丈夫だって。静かに、誰か出てくるぞ。ガキばっかじゃねえか。あの子たち、スリをやらされてたんじゃなかったのか。ここまで付き合ったんだ、最後まで見届けろ。デゼル？ガキども追え。屋敷の中は俺が確認しておく。サンキュー。しょうがないわね。
ね。いいか、でかいもの狙うんじゃないぜ。金か宝石だけ狙うんだ。本当にそんなのあるわけ？同志ってのがなんかしたみたいでさ、水道に寄付とか結構入ってんだって。へえ、司祭は子供に甘いし楽そうじゃん。ヤバくなったら泣きゃいいんだし。それなら得意なあ。やっちゃっていいだろ。カモじゃなかったらいいんじゃない。これが子供の言うセリフか。時代の闇。あの子たち、汚れがほとんどない。子供の無邪気さは汚れた大人より残酷なこともある。そんなところに。デゼル、どうだった？あの屋敷は空き家だった。ガキどもが勝手に根城にしてたんだろう。じゃあやっぱりあの子たちだけで。よし、人稼ぎ行くぜ。大体飲み込めたし、衛兵に通報して終わりにするか。あの子たちは兵馬じゃないわけだし。衛兵に伝えよう。それでこの件はもう終わりだ。わかった。私やっぱ無理。あ、ロゼ。くそ、なんだよ。俺何もしてねえだろ。もう分かってんのよ、全部。身寄りがない不幸な子供を演じて司祭さんから盗み働こうなんて悪知恵が過ぎるっての。証拠はあんのかよ。この人は同志。その言葉こそが証拠だよ。そんなの偽証だ、冤罪だ。真っ当に生きてるこのスレイはね、ちゃんと信頼されてんの。アリーシャ姫とか町のいろんな人に。あんたはどうなの？信頼されてるわけ？観念しな。仕方ないじゃないか。大人が俺たちを見捨てたんだ。生きてくためには泥棒でもするしかねえだろ。ロゼ、やっぱり。さあスレイ、衛兵に突き出そう。年端も行かない子供たちがそんな悪質な窃盗を企んでいたとは。他の子たちはそれぞれ衛兵に逮捕され連行されました。そっか。子供でも罪を犯して囚われたら罰せられる。当然なのですが、いたたまれません。うん。大地の記憶じゃないか。それは町の方から寄付された品の一つですね。珍しいもののような気がして換金するのをためらっていたのです。おお、ナイスだよ司祭さん。え、ああ、はあ。ブルーの司祭、俺たちこれを探してたんだ。だからさ、譲ってくれない？もちろんちゃんとお金払うよ。いえいえ、お代なんて。同志殿の旅路に必要なものならぜひお持ちください。きっと寄付してくださった方も同志殿の役に立てたと知れば喜んでくださいます。ありがとう、ブルーの司祭。Thank you.
追放されたってことかな。軍や国から。戦争に負けたんじゃない？多分だけど。あんなに声援を受けてたのに、なんだかね。いなかったのかな、助けてくれる人。そんなものよ、人の世なんて。ありがとね、みんな。付き合ってくれて。あれで満足だったわけ？放っておいてモヤモヤするよりマシだよ。そうだな。ハイランドは日々戦争に向かっています。私の声などもう誰も。ますます立場を悪くしたからな。本当に融通が利かない奴だ。だが諦めません。騎士は守る者のために強くあれですから。変わらないな、お前は。レイクピローの遺跡はどうだった？ああ、手に入ったよ、気力は。それはよかった。先生とはすれ違いになったようだね。アリーシャ、そのことだけど。マルトラン先生に稽古をつけてもらっていたんだ。先生と稽古すると力が湧いてくるんだよ。傷だらけになるのが困るが、私が未熟だからだな。どういう人なの？先生は私にとって母のようだと言ったら怒られた。そんな年ではないって。けれど七つで母を亡くした私に武術を、騎士の誇りを教えてくれた恩人だ。あり、いつまでも頼ってしまって情けないが。そんなことないよ。大臣たちを説得してみるよ。一度と言わず何度でも。いいのか、私の正体をアリーシャに伝えなくて。あんた本当に性悪。あなたは本当にアリーシャの支えなんだな。それを再確認しただけで真実を伝えられないか。甘い。同志としても戦士としても。用済みなんでしょ？なんでいつまでもアリーシャから離れないのさ。単に興味があるのだよ。頼まれもしないのに国を背負おうとする愚かな姫の末路にな。やり遂げるよ、アリーシャは。自分でも信じていないことを。俺は？そうだろ、君はアリーシャは私の正体にすら耐えられないと思っているではないか。うっさい。知らない間に私らが始末つければオール解決。慌てるな、じきに舞台は整う。あの方の手の上でな。マルトラの正体を伝えられなかったのは、信じたいって思ってるけど本当は信じてないからなのかな。あれはただの挑発だ。アリーシャには伝えないでおこう。いいのね？ああ、僕も賛成だ。
マルトランの目的はアリーシャに危害を加えることではなさそうだしな。それなら私の言うことはないわ。ロゼも伝える必要ないって思ってるだろ。マルトランに啖呵切ってたしね。スレイもう話さないって気配だったから、あいつの挑発につい先走っちゃったぜ。正直今のアリーシャに本当のことを伝えるのは不安なんだ。アリーシャさんは想像以上にマルトランさんを支えにしていますからね。どっちでも構わんが、マルトランとやるときは躊躇するなよ。死ぬぞ。ああ、それも分かってる。そんな深刻にならなくても大丈夫だって。ほら、決めたことに胸を張れっての。ああ。もしかして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのかも。こんにちは、アリーシャいますか。どちら様でしょう。その非礼は当家を分家と侮ってのことですか。ごめんなさい、スレイって言います。スレイ様、失礼しました。いつも姫様から伺っています。あいにく姫様は出かけられていて、いつ戻られるか。仕事？ええ、ローランスに情報を流しているものを追っておられるようです。確かにスパイが動いてるわよね。進行のタイミングを考えると。ええ、アリーシャさんにも容疑がかけられたほどですし。けどそんなことまでするんだ、ハイランドのお姫様って。いえ、本来は憲兵隊の仕事なのですが、
個人で動かれているのです。両国の衝突を引き起こす要素は排除せねばと。すごいけど真面目すぎじゃない？グレイブガンとの戦い以来さらに無理をなさるようになって。アリーシャらしいけど。心配ですわ。あの方は一人で無茶をされますから。少し前も始まりの村カムランを調べると言ってアロダイトの森に入られたり。始まりの村カムラン。そこから最悪の時代が始まったっていう村だよね。場所もよくわかんない伝説だけど。はい、アロダイトの森の奥に手がかりがあるという噂を聞いて向かわれたのです。それでアリーシャはイーズチに来たのか。けど見当違いだったね。ジージたちから始まりの村の話なんて聞いたこともないし。ああだよ。じゃあ俺はこれでアリーシャにまた来るって伝えておいてください。なんか大変みたいだね、姫なのに。アリーシャはいつも大変そうだよ。そこが心配なんだよな。
ワルドって結構落ちてるもんね。調合が完了したよ。Thank you.
できましたわ。
組みちゃダメだよ。コブラやヘビの強魔でもジョイスだ。直線的な行動が多い。左右にかわせ。持続性を突きます。お任せください。火の強制を崩落する。モグラ探求無足強魔の大戦属性に気をつけてください。原神スプレー過剰炎着光水晶障害。前進スネス国民最高まだまだまだ応援発生。一転とは敵もう始まるのかみんな。大丈夫かみんな。無駄無駄だった。五つ星ホーンテン。モグラ探求上にスナイパーか。やるな。楽しそうなのは前提なのか。届け集中ライカー。ギレンはもらえないぞ。ギリッとめだ。ギレンはもらえないぞ。強人チーム強人ライカー。慢心せずに邁進しましょう。始めろ。変身！
油断できない。無色超魔の再生作戦に気をつけてください。